生き物侍だよ。これ投げちゃうかしら。生き物侍だ。これ。よし、戦隊違うチャンス。出た。SKJ ビレッジ。はい、おしゃれでございます。SKJ ビレッジ、サイズと。サイズと。シンガです。はい、本日の企画は、はい、火力撃墜担当スマということで、はい、スマブラは、まあ、火力を稼いでパーセントを稼いで、うん、まあ、最後撃墜するというので2つね作業必要になると思うんですけど、はい、まあ、火力出すのが得意なキャラと撃墜するのが得意なキャラいるわけですよ。なるほど、まあ、そうですね。なんでまず9体持ちキャラ決めます。その中であこいつ火力得意だな、こいつ撃墜得意だなっていうのをまず振り分けていただいて、うん、火力担当になったら相手を 80% まで貯めたらもうその時点で勝ちです。おー、撃墜担当にした人は相手が 80% からスタートするんで撃墜したら勝ちですっていうバトルをします。あー、なるほどなるほど。だから火力対火力だったらお互い 0% から始まって 80% 貯める戦い で火力対撃墜だったら撃墜じゃない方は 80% から始まってまあだからお互い80と0から始まって、まあ、80まで貯めるのと撃墜だけするバトルになるっていうことです。はい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 。さあ行くぞ。はい、オッケーです。はい、せーの、心中撃墜です。こちらは火力です。こちらは、じゃあ80から80にして、うわ80結構よし、きついねこれ。シングチクチクいけば、あとピチュー自称あるから一応、まあ、確かにハマりやすいから。火力ピチューのカウンターではあるな、火力は。確かに結構グイグイくらい進化。俺はもっと飛び道具したいなのかと思ったけど、でもそれは読み合いなのか。お激痛焦ってるな、ちょっと。いや、いい勝負だ。これどっちだ。あ、何が出てるのかな。激痛簡単ですよ。まずい、横澤一発ですか。何が出てるのかな。激痛簡単ですよ。まずい、横澤一発ですか。いや、それチクチク読みで S をうまく立ち回ってます。いや、これは厳しい。よし、あと 10%。お !8% にか、あー、いい勝負だ。やばい、やばい、いい勝負だ。いやでもこれ次ほぼ何食らっても終わりだな、これ。シンカ粘れ粘れ、 80% 食べろ。シンカ相手がな、勝手に止まるぞ。ほらほら、よ、ナメップしてる、ナメップしてる。撃墜チャンスホーム。いや、いや、あー、いやー、しまった、撃墜していく。いやー、むずいねー。 OK です。はい、せーの、ダックハント。マリオ、マリオ、マリオ、待って、俺は火力。ダックハントは、火力です。ラッキー、俺マントあるわ。地味な戦いか、これは。そうですよ、火力ってええでし、そういうもんですから。さあ、お互い 7% 痛ーい、痛ーい。なんて地味な戦いなんだ。まずい。40%コンボ決める者いないのか。その者はいない。その者はおらず。いや、進化でかいコンボいないときついです。この台が絶妙邪魔でお互い痛い。これは痛い。 64%、 いい勝負。激戦チェック判断重要。うわー、あと6%。激戦、激戦、激戦。75%だ。残り 5%、 頑張っていただきたい。あーあーやだ、めっちゃいい勝負。やばい、いいコンボ、いいコンボ入った、いたっすよし、まずい、あと5%。よし、普通の撃墜もありです。珍しいですけど、おお、痛いの入ったが止まった。おおおお、普通1、いや、それ想定外ですから、やめてくださいよ。
よ。あー危ない。傷の残る戦いだこれは。傷残り。エスケジェメンバーシップ開始します。メンバーシップ限定生配信、ソロでもやります。専用ディスコードに招待します。メンバー同士でゲームしたり、僕たちともゲームします。幻の過去動画公開されるかもしれません。概要欄から詳しい動画が見れます。必ずチェックしてください。入れ入れ。せーの、フォックス火力です。いや、俺はね、激強い。おこれは俺に分があるんじゃない？そうね。じゃあ2パー。まあ2パーバカになんないですかね。うわー、これ焦りに出ますね。焦る焦る、全然焦んない。画面キック、後ろな。おー、いや、いい。おお、わかんねえ。あー、やばいやばいやばい、これやばい、これやばいっすね。これ22%で激戦。でかいな、これ。もう焦ってやばい、来るよね。チューチューするメンタル余裕ないね。チューチューするメンタル余裕ないね。この回でかなりダメージは入れておきたいですね。おお、あと13発です。致命傷ですよ、銃が。あと一撃だぞ。激戦した。これで激戦初。粘った方、粘った方、 79.9 は。さあ、もう 101% からの激戦すればいいんですけども、いかに蓄積表もなんかゴール割と見えてきたような。えっ。ええええ。俺関係ない。激戦で。激戦これ。入ってないわ。激戦です。激戦です。ちょっとは行かないのあいつ。ちょっとも行かないだ俺。似合ってんじゃねえよ。お前じゃ知らないですよそんな。ちょっともこっち行かないだろお前。まあそれは直接次から使わせていただきます。いや。もうあんなよ、こんぐらいの距離感で一個もこっち行かなかったよ。使いやすいよ。いいよあいつ。二度と使わねえぞてめえ。最強キャラだと思ったけど。はい、せーの。ルフレ。激墜。激墜。お、激墜対決。ルフレ。まあ、これだと、毒針がいいのか？はい。あっ！いかねえか、これ。ミスター復帰。やあ！おバカ喜ぶんじゃねえ、ガキが。やべ、腐っとんのか。今、ヘッドを上手にしたから、実は。よし。これは、毒回り強い。おっ、後ろだけ何も行かない。よーしゃ、行ったー。集中せよ。少しでもダメージ与えておきたい。結構飛ぶな、それ。でも、上ベクトルすね、あれ。バーン、突き刺すんじゃない。もったいない。これ上からですよ。うお、うまい復帰だ。ザクが入っていた。サザソードビュー。サザソードビュー。サザソードビューやられた。よし、クレム勝ちました、これで。さあ行くぞ。ゼロサブ火力に適当にしちゃったから、もうなんかわかんねえから使ってるわ、ぶっちゃけ。火力がなんか強いことあんの？火力がなんか強いことあんの？あー、もう取れない、取れない、取れない。これはやっちゃいました。31、あと 50%、 ただし一撃で死にますよ。妻一発で。よくまいけ、そんな行きませんよ。おっと、よぎるな、先ほどの試合。おい、いかくじき。さあ、20%、崖で稼がれた、終わり。ホーペーホーペーホーペーペー、あと 10% だよ。あっ、あっ、あっ、前、いけ。あー、寿司がそれを狙って、やった、いけ。あと 3%。さすがに振りすぎる。何言うでも死にます。やったー。火力ガチ危ねー。いやー、一発なんだけどなー。 OK です。はい、せーの、ダムス。オルデイジ、火力。火力です。お互い火力。おー、さあ地味な戦い、地味な戦い。
地味な戦い。おお。いやこれ玉数で。当面はもう玉数で負けてるなこれ。それがやっぱきついっすよね。うわー！あと1位！チクチクビーム、うっぽ逃げしてチクチクビームとミサイルとパンチパンチ。あー！死にましたよ！死にくのに柳！それは綺麗だよ！やばい！あー！死にましたよ！死にくのに柳！それは綺麗だよ！やばい！あっさあ稼ぎますね、ダムス。ヤキーン！あー！何十分あれば！ヤキーン！あー！ヤキーン！あー！いたー！やばい！あそこはこの中距離の読み合い、サムスが有利だよな、なんか。横 B。 来た。いいの入りました。これで。あおお、一気に上がりません。おっ。うわあ！あ、足りない。パーセント足りない。ああ、やった。走っちゃいますよね、そこは。お前、カール爺さんじゃん、空飛ぶカール爺さん。カタバージョン。一つも共通点ありません、基本的に。いやー、この曲、これが大事ですね。今のところ2個出てますからね、この死に方は。はい、え？どうしよう、どうしよう。やべ。まあでも、食らってもいいやん。あ、そうなんだよな。食らってもいいというプレッシャーのなさがいいよな、それ。NB 鼻くそ見てなサイズだ。NB 鼻くそ見てなサイズだ。いや、結構いい勝負。あ、いきなり手届きますよ。マジで。いや、ダムス。いや、これやばいんじゃない？シンカ。うんこ消化してる場合じゃなかった。死ね。さすが。いや、でもこれ。一発は当たれない。パンチ、パンチ。最後俺これで倒せるの初。パンチパンチ。最後俺これで倒せるの初。俺最強のムキムキマンかよ、これだったら。いや、ダムスやりにくい、これ。やべえな。だから逆にルカリオがこれ逆だったら最強だったんだけどな。いや、マジそうだよね。うん。しかしないですからね。知らなきゃ安いね。そうなんですよ。やっちゃダメ、それ。なんで。ああ、くそ。天空 DA はやるぞ。おぉ、軽くいらない、軽くいらない。おぉ、うまい。缶の操作抜群ですよ。オーケー。さすがに強すぎる。さすがにね。なんで？まあでも、蓄積がやりやすいのか。話せよ、早く。話せよ、早く。てか、軽くいい、ワンチャンじゃないですか、これ。40分。きついね。ああ、なんか、あと、かけない。濡れ。ちょい濡れでいい。事故でもいい。カス当たりで大丈夫だよ。あれくそ、つかみやっぱ無理だ、警戒すんの。じゃあ、これまたゴムに戻っちゃいましたね。あ、そうだね。入った。入った。決めないと。ああ！出た！焼き止めです。これ死んでんの。ソニックをオレンジに塗ることです。いやーマジかー。ああ！出た！焼き止めです。これ死んでんの。ソニックをオレンジに塗ることです。いやーマジかー。いやで焼き止めやっといた方がいいですよ。2020年のね。焼き止めではつまんねえだろう。塗り止め。いや、書き初めお前、楽しい。冬休みの宿題だろ、お前。俺、マジで嫌いだったの、書き初め。なんで？ん？あ、好きな人いいか。困った。あー、でもめっちゃ俺。基本は嫌いか。まあ、そうっす。実家の焼き肉屋の氷の上で書かされてた、お前。家だと汚くなるから。面白そうだから、もし言って、それ。別にそんなことないっすよ。何、氷の上って。製氷機の上です。俺、やんなきゃいけなかった。おめえ汚すから家では無理って言われて。防獣を垂らすから。あの君、こういうでっかいやつ。違う、竹田総運でありましたよ。じゃあ、竹田総運ではねえのはわかる。さあ、激闘です、ここら辺から。オッケー。せーの。ポケット、火力。ああ、面白い。てか、リザードいますからね。リザード怖いわ。リザードにして、フレザー当てるわ。あ、いかつ、それ。あ、でも、自分も、自
勝食らうのか、くそ、じゃあすぐ古田川の話は何だったのか、よい、おー、うまいです、おやー終了を作ってメドラ祭りだ、やばい、メドラ祭り始まった、リザードンはもう捨てだ、メドラでいいぞ、リザードンお前は最低ポケモンのバント、これやばい、いいかも、いいかも、いや、また同じ手でただ崩した目と死にますよ、やばい、ボン、それでいく、それ最強買うんですよ、さあ残り進化4キャラ、4キャラ大腕です、おお大腕いや、まだ知らないことなんで、あとで教えて、峠みたいなやつ、峠大腕と峠分かってよ、いいとこです、せーの、トリン、火力です、あ、やばい、トリンで火力ね、また不思議そうにお願いするしかねえや、結局それでリザード弱かったから、リザード弱かったから、やばい、ベビー、安い、安い、安いのしか出なかった、安い、安い、お前スーパーマーケットですねあとは遠くから飛ぶたらこれもやったりして、かー、それ間に合わなくて、やばい、ボールロケット外れた、届け、あー、それ出よ、あとはさまざまなものを上に出して当たったら死ぬの、これはどうすんだ、プレドラはしたら死ぬ、あゆちじゃーん、あゆちじゃーん、やばっ、終わった、あゆち嫌った、リザードンは最高の活躍をしてくれた、リザードン弱かったから、リザードン弱かったから、リザードンは最高の活躍をしてくれた、いやー、とりあえず立ち回りがすごいです、これエキキモ侍だよ、これ投げちゃうかしらー、エキキモ侍だこれよし、全然違うチャンス、あっ出たー、エキの激キキモ侍だー、なに、なんて言う前に気づかない、そう、素晴らしい、素晴らしいです、これやばい、おもろいわ、それなんか、まあ、見れましたあはって言う前にちょっとだけ考えればわかんのよ、それやばいかも、そ、なん、どこまでが、あーが、うわー、いや、しま、なんか、こっちも悔しいんで、あんないい戦いして、やめよ、火力のやつ使うの撃墜で気持ちよくなるわ、一旦ヨッシーは確かにすぐ撃墜できそうだな、あー、それどうしよう、うわあ、いいスマブラだ、うわあ、いいスマブラだ、あ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 、腹は、まあ、おお、総裁して、お、お、おお、お、お、おお、え、うわあ、みんな信じくる、うわ、上様ですからの、冷静冷静、あ、ないよ自分自身に言った、もしかしてヨッシガオきつい、あ、多分知らない、うん、あ、待て、でかいよ、やばい、よしよしよし、まあ、でも全然キングル悪くないよ、一発早めに、おー、きつい、きつい、きつい、いや、火力いいな、キンクル、これ、これいいね、やべ、うまい、よし、カーよし、キック恐竜、あ、足バタバタさせたのはこの時のための脚力さ、カバー持ってきました、みんなの疑問をカロンで解決しました、かなりのパワー系でいたのも、かれました、いやー、これはヨッシー勝てたかった、カレーの話実況、言葉遣いナイスな人にお願いしたい、進化さん3体、進化残り3体です、はい、進化の3体、俺メタれるやつで行くわ、
そうだろ、もうこっからは分かるね。ダムス勇者竜。ダムス勇者竜。せーの、ホムヒカダムス。せーの、ホムヒカダムス。これね、ダムスはぶっちゃけ S 用に取っといたんだよ、ホムヒカ。光の圧倒的な機動力で勝つよ。なるほど、圧倒的らしいです。まあ圧倒的です、機動力。ブーブーブー。33やばい。68。あー知らんと思う。一往復。いやー、もうフェンシングのように戦っていく。最強 DA。 60%。 あと 4%。 あー死んだ。9%のビハインド。 MV 溜めちゃったのもったいないね。痛いよ。当たったら一緒だよ。めちゃめちゃいいね。47。さあ44じゃ有利だな。進化適当に横見しちゃった。このコンポ痛い。63。このコンポ痛い。63。たまやぶっぱ小屋さん大勝ち。あー強い。死んだ？ポケトリいるよ。生きてんだっけ？生きてる。あれ違う。まあ別にそれ間違ってない。俺ポケトリなんか負けた気するんだけど。俺 S に負けなかったポケトリ。あ、ごめん、トリンで自滅したのか。ごめん。ごめん、トリンで自滅したのか。ごめん。ごめん、トリンで自滅したのか。ごめん。ごめん、読めろよ。いや違う。忘れちゃう。いや違う、ごめん。なんか。あれすっかり一生懸命考えて思い出せないぐらい忘れてたわ。お前、トリンダーじゃないんだよ。これは許せないかも。お前、トリだったよ、一試合。いや、やっぱり結構さ、みんな分かんなかったじゃん、俺の。いや、だから、俺の記録正しかったし、なん、やらないでよ、そんな必要のないこと。お前、絶対勝つかんな、今回。せーの、匠撃墜です。匠俺も撃墜。やばい、次男とケイスケどっちでいくの、これ。ケイスケ撃墜です。よしゃ、横顔してるの。はい、比べたらあかんよ。ラブ上がり勝って、グーしたら、グーしたら、はい、こい。これ戻れない。あー、戻れない。これ戻れないね。ケンスケ、レスト、不足。せーの。バックンフラワー。撃墜。火力です。おー。あ、逆に掴みが出た、最悪。無理だな、これじゃ。60%撃墜したい。いやー死ぬところまで行く。いや、1鉄球でいける。セーフです。まだうまい、掴み取った。オッケー。いやでもこれ全然差あるな。毒気で当たれば一撃よ、ほぼ。うまい。あー、チャルキャー、惜しい。頑張れ。あと5番。あ、危ない。あ、こう粘ればワンチャンか。優勝結構撃墜いけないです。魔法を一つ当てたら撃墜しますからね。惜しい。よし、いいメラゾーマですがガードされていますから。いやー、ナイス。上かまでスマブラの方が、こちらの方が上か。お互い 100% 超え。さあ、ルーラなどはやばい、ルーラが出ると思ったわ。これやって、おはい、もっと期待スマブラの。スマブラの消滅。普通ゲシ。普通ゲシでいけました。いやー。危ない。危ないなし。ギリギリセーフ。危ねえ。もう少しスマブラのを言っていたらまずかった。危ない。多く語らなかった。ギリギリ。いやー、なかなか語り尽くしました。来ました。イエーイ。ブリブリ。届かない。届かない。さあ、これはポシュン。ポシ
苦しめれたら後ろに行きたい。ジャンプを勝っちゃう。この子2個ほど先生冷静に帰ったと思ったらウエスマーが当たって空上が怖い。さようならさようなら鳥のようなさようならが見えましたね皆さん。よし強いわ先生。生産鳥のようでしたまさしく鳥の恨みを生産。やっ、おー、上がった。やっ、おー、上がった。やっ、おー、上がった。続き中、早めにやりきりたいところ。うまい。オッケー。打ち上げの腹筋。今8腹筋です。あ、そこ乗らねえんだ。やばいやばいやばい、ちょっと焦るな。ゆっくりやろう。大丈夫、腹筋さえ、おー、大丈夫、腹筋さえ、おー。もう呪文見てた。おい、やめてやめて。呪文どういうあれだったの今。説明するのは申し訳ないんで。ピッだけな、今ピシー、まあ、進化の復帰阻止に焦ってたのかも。ああ、俺の呪文探しに復帰阻止に焦ってた。それ S の呪文見てたかも、その次のタイミングのために。せーの、デデ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 バチコリー。いや、語り眠りだこの男は。まるで絵本を読み聞かせる。お、いける。うわぁ、まだってキャンセル。まだキャンセル。強いからな。ラスト撃墜キャラヨッシー。あ、生きてます。めそれずるいぞ。おっ、おし、殺した。後ろ上げいったか、さすがに。ラッキ ー、 あー、さあ、80からでもありますよ。僕じゃないから使いまくれ。使いまくれ。ビビビビビ。ちゃんとコンボされています。 40%。 あなたの命はあと、お、魔法カウンター。ごめん、やばい、魔法カウンターの対策を済んでいる。お、やったオッケー。その借り取って、ここをくぐって、ここで、ここで、海辺で行っちゃって。それはまずい。最後かし。さあ、ゆかりちゃん、くぐるつかない。ちょっとダメだ。ダメですよ。やばい。お父さんがガチで焦った時に言いそうなこと言うな。ああ、ちょっとダメだみたいな。なんかゼニガメがとにかく強いわ。ゼニガメじゃない、不思議だね。そう、よし、さあ、もうでもゼニガメでアトリエコンボ決めていく。火力取れるか、撃墜するか。やばい、アトリエコンボだ。ラトスダーストバトルか、これは。ラトスダーストバトルか、これは。さあ、いい 10% 入って、十分ですよ。 10% 入ったら飛び道具消し、ミスター、やばい。おー、36%。 いいコンボが入っている。なんだそれ。おー、痛い。58、65。撃墜は一撃で倒せますから。フレームが怖い。怖い。いった、これいませんよ。ダメだ、届かない。マジか、やばい。すべての攻撃を出している進化。よーし、あと 5%。あ、痛い痛い。ブン140番、もう何か死ぬぞ。ブーン、酔ったなー。俺は操作ミスか。97%。 激痛。おお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 
まあ、じゃあ俺はダムス。いや結局このダムスを超えられるのかお前は。いや無理です、ぶっちゃけ。さあマジ一回当たればいいかな、アイクは。あやばい、でかすぎ問題。あこれ詰んだ、詰んだ、あぶね。あと2バーだ。どうだかげるときでも飲んでもいい。あーカモン、うまい。しっかり食べるからに、からの逃げ、カモン。あー距離は取れ、いやーじわじわ行かれて、じわじわと行かれているぞ。最強キャラのアイクオン、俺が待ちえたボス、最高の物語、すっぽいに引っかかるべからず、最後はクエスマバリバリ。引っかかるベンガラスも出てましたよ。おお、いいこれは。あ、残り7パーか。何で仕留めようかな、ベッチ。これ一撃で行きたい。あ、これ一撃で行きたい。あ、ダメ。いや、最後何で行くか迷ったけど下やったら壊れました。ダムスが強いですこれは。ということで、さやさん。はい、僕。まあ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 、よく頑張った方です。まあ、いいフリドラでしたよ、最後。まあ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 。自滅もろとものやつは感動しました。モロ派で急に行く、うん。あれめっちゃかっこいいアニメとかあったら。